1979年、日本の女子としては初のメダルを獲得した渡辺恵美のフリーです。あー、いや、ダブルアクセルですね。おいしょ。あの、女子の全選手の中でもこれだけのダブルアクセルっていうのはなかなかないでしょう。顔に笑顔が出ました。恵美が戻りました。トリプルですけどね、高さも大変あったんですけどね、はい、後半の2分頑張ってほしいですね。そうですね。女子のフリーは4分間。スピードが落ちません。